ち行っせ。さっきの、お隣さん。ねえねえ、夜のお散歩に行かない？この辺りにはいい森があるの。でも…いいからいいから。仕方のない子だな。ま、いい授業になるかな。なんだか明るいね。私たちの通った後よ、知世はこれも見えるのね。ねえ知世、家族は？誰もいない。いろんな親戚に引き取られたよ。ふーん。ねえ、もうだいぶ歩いたよ。大丈夫大丈夫、むしろもっと奥に行かなきゃ。あなたはもう戻らなくたっていいんだから。せっかく茨の魔法使いをだまくらかせたんだもの。ここから先が妖精の国。楽しい楽しい、あたしたちとあなたの世界。ちょっと行きましょう。戻る。あら、どこに？待ってる家族もいないのに。そうだね、誰もいない。知世、どうしたの？いけない。どうして？あの家に帰らなきゃならない理由なんてあなたにはないでしょ。今までここにいていいって言われたことがなかった。でもあの人は言ってくれたから、一度だけでも。家族だって言ってくれたから。だから僕のパピーはもうきちんと自分の巣を覚えたみたいだね。半端者に私たちのロビンを守れるかしら。言われるまでもないさ。彼らの多くは甘い言葉で誘惑してくる厄介なものなんだ。もっとこれから気をつけなね。ごめんなさい。いや、僕も真っ先に教えておくべきだったんだ。それが君にとっての僕の役目なんだから。何するんですか？夜の森は迷いやすい。こうやって帰ろう、僕らの家に。君を買ったのはもちろん弟子にするつもりでもあるけど。僕は君を僕のお嫁さんにするつもりでもあるんだ。言われたことがなかった。でもあの人は言ってくれたから、一度だけでも。家族だって言ってくれたから。だから僕のパピーはもうきちんと自分の巣を覚えたみたいだね。半端者に私たちのロビンを守れるかしら。言われるまでもないさ。ま、いい授業になるかな。なんだか明るいね。私たちの通った後よ、知世はこれも見えるのね。ねえ知世、家族は？誰もいない。いろんな親戚に引き取られたよ。ふーん。ねえ、もうだいぶ歩いたよ。大丈夫大丈夫、むしろもっと奥に行かなきゃ。あなたはもう戻らなくたっていいんだから。せっかく茨の魔法使いをだまくらかせたんだもの。ここから先が妖精の国。楽しい楽しい、あたしたちとあなたの世界。ちょっと行きましょう。知世、さっきのお隣さん。ねえねえ、
夜のお散歩に行かない？この辺りにはいい森があるの。でも…いいからいいから。仕方のない子だな。戻る。アラン、どこに？待ってる家族もいないのに。そうだね、誰もいない。ジセ、どうしたの？いけない。どうして？あの家に帰らなきゃならない理由なんてあなたにはないでしょ。今までここにいていいって。